あ、29歳からカメラを始めて、うん、それまで普通の OL とか、うんうん、普通の料理教室の先生とか全く違うことをやっていて、うん、でそこからオーロラの写真を見てオーロラを撮りたいと思ったからカメラを始めて、うん、でそのカメラを始めたことによってウェディングの撮影依頼もらったり、うん、赤ちゃんの撮影依頼もらったり、物件とかレストランとかいろんなこう幅がどんどん広がっていったから、それを奇跡としてこうオーロラから始まった奇跡。